すごいな。わかりました。わかる。ゴムゴムラジオ燃えろ。こっから入るのか。はい。燃えろ。夏か。眩しすぎるお前との出会い。まあ夏ですから。シストですよ。はい。夏ですから、うん、この曲から、はい、スタートでしたけども、はい、浜さん。はい。テレビの方で。ゴーゴーフェス2時間スペシャル、はい、こちらの放送が終わりまして、ね、結構な反響が。ああそうですか。はい、まあただ大阪の人はね普通に見れたから、他の人は TVer でしょ。 TVer でね、はい、そうそう、関西圏の人はね、うん、あれでしたけど、うん、TVer で結構見てくださって。なるほど。結構な尺でね、アーティストの方の曲とか。いや、うん、もちろんそうですけど、うん、MBS 史上歴代1位。何が言って、TVer で。ああそうなの。はい、歴代1位やん。今時めくるに買ったんやから。ええ MBS のね。え、何それ。アナウンサーがやってる、はい、月1で金曜日、月1ね、月1朝からやってる、はい、今時めくるですやんか。あれ、あれに買ったんですか。で誰やねんそれ。ごめん切れた。え誰やねん。いや MBS のアナウンサーさん。知らんがな。2人でやってる。え、2人でやってる。2人でやってるんですよ。知らんし。ながら見していただいても楽しめる番組っていう。ね、それが、それが1位やったのずっと。今1位かどうかはあれですけど、まあ、それには勝ったという。兄貴。それは兄貴も悪くなる。兄貴何を言ってる。俺は知らないからあれなんですけど。俺もちょっと、今だけめくるに勝った。いや、だからそれはローカルですよね。アナウンサーがやってる番組。そうですよ。え？ね。TVerで圧勝したんですよね。いやいや、あ、そうそう、藤林さんが、あ、そう、はいはい、と山崎さんでしたっけね、が2人がやってるの、女性2人でやってるね、アドリブランドじゃなくて、じゃなくて朝の9時10時ぐらいからですよね、やってる番組。ライバルやってる。俺でもズバッと言うのよ。これに勝ったというね。そう、勝ちやろじゃん。はっきり言うた。はっきり言うた。はっきり言うた。何を言ってんねん。びっくりしましたよ。いや、歴代1位。1位はすごいね。だって TVer でね、上位やね。めっちゃ上位のランキング入ってましたね。4位ぐらいまで。全国でも。4位まで行ったんですよ。全国がちょっと気にはなってたからね。まあまあね、ちょっと地方の人見られへんからな。大阪の人って見れた。一瞬浜田さんで競ってたらしいですよ。水曜日のダウンタウンとこのゴブゴブの特番で、浜田さん同士の、浜田さんと浜田さんの戦いやった。結局浜田さんが勝った。結局浜田さんが勝った。どっちのどういう状況。ワントーナメントの山が変な形なんだ。上がってきたとこが浜田さんと浜田さんが上がってきた。結局浜田さんが勝った。結局浜田さんが勝った。浜田ちゃんすごいすごい反響で、 LINE とか来ませんでした。結構、いや別に。あ、そうですか、うん、俺結構来ました ね、 ましたね。あ、そう、はい、いじられてる方でしたけど。まあそうやろ、写真貼り付けて泣いてるやんみたいな。ほらやっぱりそう。めっちゃ泣いてたらしいやん。オンエアでもめっちゃ映ってたらしいで。いや、これこれですよ。大輝さん、大輝ですよ。大輝さんにはちょっと MBS さんちょっと悪意あるなと思いましたよ。兄貴とか引きなんですよ。なんかな、ゲランのやつは嘘泣きっぽく見えたって言ってた。わかります。わかります。あのね、最初の話題になりました。あ、ほんと、はい、俺こんなん言いたいのはいいんですけど、うん、俺目薬さしたの見ました。うわー、いかん。そらいかん。そこまでしない。なんかそう、カメラが寄ってきた時に急になんかこう、そんなやるわけないでしょ。お前終わってんな。いやいや、お前でもええやん、まだ映ってる。こっちはカメラなんか意識してないし。そうそうそう、してないっすよ俺だって、うん、でも大輝が号泣してたのはリハの時やろ。リハの時の方がすごかった。すごかったですけど、見たいやな、リハはもう。リハであんだけ泣いてたくせに、うん、本番は同じぐらい泣いてる。マジで同じぐらい。めっちゃめちゃやったから。これだから見た人は1回だけ、うん、はいはい、しか見てないじゃないですか、うん、はいはい、僕らは2日連続見てるでしょ。なるほど。あんだけ泣いてんの。リアと本番で、ね、はい、2日目の待機きしょいっすよね。おい、初日初めて泣いてんの。歌で泣いてるのか自分に泣いてるのか。いやいやいや、分からんもんなって。いやいや、やっぱりこの親父の、やっぱりこの松本さんへの愛情とかいろんなものが、ね、あれやろ、重なったやろ、重なって、やっぱダウンタウンさんいいなっていう、もういろんな、いや俺らも話してて泣きそうです。なんでやねん。俺はそれ見て育ってきたから。民生さん弾いてましたよ。あのリハーサルやろ。リハーサルの時、うん、めっちゃやってるやん。いや、民生さんは弾いてないよ。泣きすぎじゃないみたいな。後輩やなっていう顔よ。弾いてた、弾いてた。弾いてない、弾いてない。いや、それはもうめちゃくちゃいじられましたよ。あ、そう。泣いてる。言うて、まあ僕のにはあんなアップしなくていいと思いましたけどね。顔半分、もう顔全部俺。あ、そう。あんな夜みたいな。ないじられたやろ。俺映ってないですよ。え？え？
え、あの3人泣いてるところ映って、あれなんでお前おれへんかったん、そこに。寝っ転がりながら見てたから。お前おお態度悪そうだね。おい、舞台袖やで。俺多分寝っ転がりながら見てたから多分楽屋やない。楽屋でもだからしてなかったのかなと思いながら僕だけちょっと映ってなかったんだよ。あ、そう、まあ、もちろんね、はい、感動しましたけど、でもやっぱりそのチキンダイスのあれはやっぱり映像が出るとは僕は思ってなかったので、うん、なるほど、はい、やっぱそこら辺も全部、まあ、俺らには見えてないんだけどな、はい、いやまだお客さんが袖からやっぱ僕は見えてたので、うん、それこそだから浜田さん背中しか見えなかったんですけど、うんうん、こうお客さんの顔が、いや、お客さんも泣いてらっしゃいましたね。お客さんにあの顔されたらグーってなっちゃって。あ、そうなの、はい、あの最初チキンライスの入り口の曲もちょっと前奏が変わってたじゃないですか、はい、そうそう、だからお客さんちょっと気づいてなかったもんね、まあ、うん、ほんでテンテン流れた瞬間にお客さんがうわーって流れた瞬間にもう、あ、うわーみたいな、うん、なるほど、まあ、いろんなことちょっと思い出しますよ、うん、いやだからしっかり思い出しますよね、しっかり思い出す、はい、鮮明に残ってるんでやっぱあの2日間、はい、そうです ね、まあ、見てる側やから余計ちゃう。俺やらなあかんっていう、はい、あ、まあ、そう、細かいとこってあんまり見えてないというか、あ、まあ、前のお客さんは全部見えてるけど、はいはい、うん、そこやな。だから客観的に見た時にあの顔されたらっていうのもよくわかんねんけど、そうでしょ、うん、でもまあ歌わなあかんから、そう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 、ね、そう、はいはい、あそこで俺がじゃあ感極まってなんかちょっと歌われへんようになったらサブない。うわ、いやいや、サブ君はそれも俺は死ぬ手前までいじりますけど。あそこでギャーンなきゃいった。いや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 、いや、サブ君はないですよ、そこは。そこでなんかまだそれは、ね、泣いた泣いた嘘泣き泣いてないってことでしょ。いや待ってください、おかしいおかしい、いや待ってください、嘘泣きもちゃうし、映ってないだけで、いや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 、待ってください、映像になかったらもうそれはもうないもんや、はい、だって泣いてたらカメラさん抜いてるって。いやだからもう寝半蔵ぐらい横になってたから、いやすまんよ、横になってんのがおかしい。泣くより親父、親父頑張ってんの。いやもうお客さんも聞いてんのに何をしたんだ。袖のあの感じも分かるから、どこでって。どの場所で、どの場所でその体勢で。邪魔なってしゃあない、はい、いや2日目の「オートゥナイト」も俺泣きましたからね。あの泣いて、皆さんがスカジャン一緒に揃えて出るってなった時に、井上さんスカジャン着てなかったんですよ。うん。あ、袖でスタンバイして。いや、俺だって、じゃあ、いろいろやってたよ。あ、俺、兄貴の分のスカジャンも取ってこようと思って、うん、楽屋に走って、兄貴の、うん、カバンをガーって勝手に開けて。それがあかんよ、うん、スカジャン持って。勝手に開けた。財布と。財布とスカジャン。お前何してんのそれ。で、金だけ抜いて、財布戻して。ええで、スカジャンも置いて。財布だけ持って。やばいやん。何をしてんのお前。そうだっけな。で、袖で俺に財布渡してる。今、まあ、全部間違えてる。全部間違えてるやん。なんか買うって言うな。袖でね、なんか。可愛いやろ。袖で財布持ってきて。何も持ってない。そういう状況。なんで、応援リングで俺なんか買うんだ。イエスカジャン持って、でも兄貴行ってもどこにもいなかったんで、おうおう、出会えなかったんですけど、それでお前が持ってたんかってもうそれ。そう、楽屋でなんか盗難事件発生したって。発生したって。俺のスカジャンがないから。そう、ね、兄貴は兄貴で楽屋に行って探してたんでしょ。そう、ないないないって、スタッフも一緒に探してくれて、ないないないって、やばやん、これも盗難ですねって。でカバンもなんか開けられた形跡やから、はいはい、絶対盗難ですわってなって、うん、でもまあさっきエンディングの方が大事やから、もう始まりますね、もう一旦エンディング行くって言って、はい、一旦こいつ持ってて、はい、まあ、カバン開けたって開けました。なんなんお前っつって、オートナイトちゃんあんな怒られると思いますね。それで泣いてたっすよ俺は。それがもうオートナイト、オートナイト思い出がもうそれですわ。入ってこん、歌詞入ってこん。いやマジでめちゃくちゃ落ち込んでたから、どうしたんすか、ね、めちゃくちゃ怒られました。もうちょ後で聞くわって。自分の中で良きなことしたと思ってね。俺ぐらいじゃん、あの裏で怒られてんの。いや俺だって、俺でもほんまいつぶりぐらいかに親があんな興奮して連絡してきましたからね。そうなんや、はい、なんかオンエアで本番、うん、オープニングかな、あ、浜田さん歌前やったかな、なんかどっかで、うん、僕がこう浜田さんの肩をね、うん、こうグッて持って、うん、なんかこう行きましょうみたいなとこ使ってるんですけど、あれもなんかこう気合い入れるみたいなんで、うん、なんかお前そんなんやってたよなみたいなって言われたんですけど、うん、そんなあったっけなと思ってようよう思い返したら、うん、浜さんが俺もう帰るわって言ってるんですよ。言うてはった、言うてはったわ。もう俺で帰ってええかなって言うから、俺があかんかんかん言うて向きを変えてるんです。
そのシーンやったんだ、ね、そのシーンやそのシーンを多分使ってる、いや栄養に捉えてくれたり、だから親の幽霊壊したらあかん思ってる、うん、言うてないんですよこれ聞いたらバレます、ね、これ聞いたらバレるお父さんどうかされちゃうよ、あれ浜田さん帰ろうとしたの向き変えただけやから息子を止めてたんよそうそうそう、だからそんな連絡もらったりとか、うん、そうやっぱしながらもう MBS ももうバー盛り上がってるみたいですよやっぱり、うん、あそうですか、うん、そうやってもろてよかった言うて、いやそりゃそうですよ、ね、歴代1位でそうやんか、だってあの今時めくるに勝ってんねんで、何やねん腹立つ、見たことないっす、見たくなる逆に、そうやね、吉穴の2人がやってるのに今時めくるってなんでそんなタイトルなの、今時をこうめくっていくっていうことですよね、情報なんじゃそれね、情報最近の情報をこうどんどん紹介していくというね、なんじゃそりゃ気になりますね、最新の情報なんか大阪のやつが分かってるわけないやろ、はい、大阪の人に怒られたらいいすごいめちゃくちゃ怒られすごいこと伝播して言ったいやいや親父はもう大阪に貢献してますからそうやね、はい、ね、なんかフェスで貢献したことになっちゃったんだね何言っても大阪を盛り上げてくれてありがとうみたいなことですよねそうなんそうそう、だから来年のフェスは今時めくると共に頑張っていきたいと思いますあれなんかあるか何をそんなにその番組を押すここまで押されたら絶対負けへんから親父本気出しちゃダメです、そこは兄貴レギュラー狙おうとしてるなんなんすか、私あのこのメンバーで今時めくるのレギュラー狙ってますから浜田さん込みで絶対負けへんぞそんな感じで、自己紹介お願いいたします、はい、だんだんの浜田でございます、はい、ライセンス井本です、ドリアンズ堤大輝です、ドリアンズの平井俊介です、ゲラゲラ星人です、はい、というメンバーでお送りしていきます、はい、うん、では今日は、平井さん、はい、え、はい、違うやん、順番としては俺やんか、何言ってんの、でもこの間ユウさんがはいはいはい、親父の代わりにやりましたんで、やったよね、そうですね、だから次平井です、なんで一回飛ばしですよ、だってもう順番を譲ったわけですから、そうですよ、そポンかなんかされた飛ばされるんですよいや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 トランプやつ、トランプのやつねいや分かりますけど、テインブリッジね、親父が今積もったらダメですから、あ、そうなの、もう積も版は変わってますから、いやもう早よ出したいわまだ持っといてください、大丈夫、次順番来ますから、来ますから、次回また回ってきますから、おかしいやん、もうしょうがないです、いつが勝手に来て勝手に言うたのにさでも大丈夫です、親父、親父の今のちょっとしたこのモヤモヤ、うん、すっきりさせる歌マジで、お、ありがとう、はい、お聞きください、うん、一条カンタの大量太鼓です、カラオケやでよー出てくるわ誰やねんこれ、ね、何の曲か知らなかったでしょ、やっと皆さんすっきりしてください、名前は覚えてて、これか、はい、これですよ、誰か歌ったれよ言ってよう言ってたな、ね、やっとなかった、入れろや誰か言って、うん、これかみんながねすっきりする、この番組は、美味しいを握る、楽しいが回る、くら寿司、プロミス、パチンコ&スロットアミューズ、AK レーシング、おかげさまで創業139年、ライオンケミカル株式会社、ジャパンクリエイトグループの提供でお送りします。ゴブゴブ、くら寿司会議！ありがとう！さて今週も始まりました、おい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 、聞かせろよ何なんすか、イントロで終わるなよ、一条カンタを聞かせろよ、いや俺も聞きたかったです、ま、前奏はもうね今聞けたんで皆さんいやあの後がどんな感じかが大事やんか、一条カンタな小出しシステムあとは皆さんがご自分であんだけカラオケでみんなでいじってて、はい、いい感じでしたよ、入りもなんかおーってそうね、じゃあこれでみんながこれ聞いたなるんじゃないそういう番組なんで
ですか。どんな曲なんやろ、ね、カラオケ行ったら必ずみんなが何やこの歌はってなって吉本に万十ぐらい届くかもですよ。浜さんありがとうございました。じゃ気になる方は聞いてください、はい、ということで、さて今週も始まりましたゴブゴブくら寿司会議。くら寿司がより素敵なお店になるよう構成員の皆さんたちと我々で、メニューやサービスなど好き勝手考えるコーナーでございます。それでは今回もですね構成員の皆さんからたくさんお便りいただいておりますので、はい、ご紹介させてください、はい、いきましょう。横浜支部構成員ドリアスキさんからいただきました、こんばんは、ドリアンズさんが、ゴブゴブフェスの時にくら寿司さんのブースでお客さんにインタビューされている時ですが、はい、くら寿司で合コンという話が出て僕もくら合コンに激しく同意したのでメールしましたと、覚えてらっしゃいますかね。まあ、あの僕らがフェスの時にインタビューした時に、うん、まあ、男女で行ってあのくら寿司でこう楽しんでますみたいな時に、はいはい、それ合コンやみたいな僕らが、はい、まあ、言ったんですけれど、まあ、それに対してですね、くら寿司さんに行くと一皿一皿注文しますのでその分お相手の好みがたくさん分かったり、それをもとに会話する機会が増えたりしてよりお互いを知る機会が増えると思います。なるほど、はい、ですので合コンやデートならくら寿司ということでくら合コンを進めるフェアをやるのはいかがでしょうか。マチコン的な、まあ、そうそうそう、マチコン、はい、合コンフェア食材だけではなくくら合コン、くらコン、くらコンフェア、これはいかがかなということで、うんうんうん、いやそれはでも別にくら寿司が考えてやりましょうじゃなし、勝手にやってくれたらええんちゃう。いやいやでもお客さん同士がそうですね、うん、でくら寿司さんに話持っていってそうそうそう貸し切りできますか言って、うん、でもねなんかねこの男女がやっぱ揃える場所として改めてこのくら寿司で、いやでもくら寿司がそれ押してもうたらその何屋さんなんてことなってしまわない。どういうフェアやってんの。いやもう寿司屋は寿司屋いやそうやだからなんかいるんじゃない、そのゲーム的 な, なんか寿司ロシアルーレットと か, なんかそういうのがゲーム性のなんか寿司とかあるといいかもしれな い, い, や、ね、ビッグラポンの中にお題が書いてて、はいはい、いいですねいいですね、ちょうだいちょうだい、違う違う、だからそういうのそういうの違う、だからそんなんをくら寿司さん主体でやると違うんじゃない、つつつ違うんですかね、それを個人的にやりなさいよと、そうそうそう、誰かが企画して、うんうん、くら寿司さんにお話持って行って、うん、この時間かこの時間貸し切らしてもらえますか言って、うん、まあまあまあ4人ぐらいで行くんやったら勝手にやったらええんちゃう、うん、そうですね、まあ、まあそういう意味ではね、2-2 でね、うん、今の意見とか踏まえた上でね、はい、なんかいいなと、1番と3番がトロータクですねとか、何がおもろいですか、トロータクですね、まだ言うの俺もう終わったかと思ったトロータクの話でした、申し訳ございません、えらいね、お前がやりたいんちゃうんだあなたが王様としてやりたいってこと何なのどうですか、いかがでしょうか、こちらまあね、はい、お食事券、うん、まあ、1枚になるんでしょうね、はい、うん、1枚になるんでしょ う, しょう、はい、もう主導権は兄貴にあるや今、はい、さあこの間ユウがお前5万円とか言ったよ、はい、分かってないんですよ、あ2500円ですからくら寿司の腹いっぱいありますからほんまやで、はいはい、京都支部構成員都人さんからいただきました、うん、僕オリジナルのくら寿司の食べ方を報告しますと、おはい、いいんじゃない、茶碗蒸しを注文して半分くらい食べます、うんうん、そして炙りエビチーズか炙りチーズサーモンを注文します、うんうん、そしてネタをシャリごと全部茶碗蒸しに入れてぐちゃぐちゃにかき混ぜます、うん、するとちょっとチーズリゾット風に食べれます。へえ、いかがですかこれね、えまあ、ちょっとこうアレンジレシピじゃないですけども、うん、確かあるものあるものかけると、まあ別に悪くはないと思いますよ、うん、美味しいから言ってるんでしょ、あそうですそうです、ね、やっぱそうやって食べてね、うん、まあ、見た目というよりもやっぱまたこの味ってこと、味がね、うん、変わっていくという、いやそれはだから教えてくれてんのやろ、こういう食べ方は美味しいですよって、ありますよって、はい、あそれはもうありがとうございます、あとよくあるのが抹茶の粉末とかね、こういろんなものにかけて食べるのもいいんじゃないかみたいな、ね、お茶にするだけじゃなくて、そう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 、例えばカフェオレに入れたりとか、ん、親父が大好きなカフェオレに入れたりするとまたちょっと味も、何を、抹茶です、あ抹茶を、抹茶の粉末入れんのか、そう抹茶オレみたいになると、ああその通りほんますか、ほんますか、本当に抹茶オレはまた違う感じだよ、一回試してみてって、はい、ほんますか、そうわーわー言うんじゃない、一回書いてんの、書いてる、書いてますやないか、タイのとかお寿司にかけたりとかね、いやその抹茶オレになるは書いてません、書いてない、書いてないです、書いてませんか、見えてません、カフェオレに入れたりとかを書いてますけど、うん、あとほらクラポテトに、抹茶だけじゃなくてクラポテトってわかります、うん、ポテトね、あれに甘だれかけると、うん、また一層美味しく食べれますよね、ちょっと甘みが増えたね、
大学芋みたいな感じにもなるんじゃないか、はい、書いてへんよ。いや、そんなのある。書いてへん。それ大学芋がもうあるからね、くら寿司さんには。何を言う、いや、みたいな、ちょっとアレンジレシピをご紹介するというね。報告ということで。そう、お前勝手なこと言うたから、これ一枚になるで。あ、そっか。ごめんね、都人。勝手なこと言うこと言う、勝手なこと言う。ね、いや、違う違う。お前らのやりとりでなんで勝手に決めんの、それ。いや、もうそれはあげませんとかってないわけ。あ、なるほど。その発想はもう全くなかったです。すいません。じゃ あ、なるほど、なるほど。あげませんという。まあ、それはもう、あ、ありがとう。そういうふうに食べたら美味しいのねっていう情報やったから、あ、わかりました。ありがとうございます。でも、ええんちゃうの？報告ですね。何でもかんでも、じゃあ1枚あげます、じゃあさ。うん、ああ、なるほど。ちょっと次は気をつけます。わかりました。すいません。これとりあえずこれ 1枚とりあえず1枚なんですよ。いやいや、別に俺もケチくさいこと言うてるみたいな思われるのがさ、ちょっと嫌やから、はいはい、まあでも報告やったから、はいはいはい、ありがとうございますということですね、はい、うん、さあそれでは、岡山市ですね、はい、構成員友光時の弁慶さん、牛蜜時ですね、これで。1枚差し上げます。待て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 、おい、もうなんで最初に読まへんのかな、その入る前に。牛蜜時ですね。もう一枚。もう何も内容聞いてない。ちょっと名前間違えました。1枚差し上げます。すいません。内容はいいのね、じゃあ。内容いいですもん。あ、はい、あれで1枚、名前間違、名前っていうか、間違って呼んでもうて1枚もらえるの。どんどん難しい名前来ますよ。ほんまな、今回だけですよ。今回だけです。今回だけごめんなさいっていうことですけど。いや、こいつかわいそうやん。内容も聞かされると1枚って。まあでも1枚もらえますから。もらえますから、大丈夫です。聞かせたいんじゃないですか。まあ、いいです、いいです。これ多かったんですよ。これ多い。最後にちょっと、これだけ親父。あのね、大阪支部高専、黄色いパーカーさん。皆さんこんばんはと。くら寿司の他の飲食店に違いがあることに最近気づきました。それはくら寿司に浜ちゃんがいませんと、うんうん、他の飲食店には CM をされている方のポスターや写真が貼っているのですが、うん、くら寿司には浜ちゃんいません、うんうん、あっちの寿司には鶴瓶さんがいますと浜ちゃんは店舗写真NG とか出されてますかと、うんうんうん、出されてないなら浜ちゃんの写真やポスター目当てにまたくら寿司行きたいと思いますけど、うん、あっちにはいんの。あっちにはいるんですよ。でしょ、でしょ、いんねん。はい。そうか。あの、構成員、カンカン、イトイトさんも言ってます。うん、ね、浜田さんのポスターがないので、とても寂しく思いますと。うん、浜田さんの顔を眺めながら、寿司を食べたいですと。そんなわけない。怖いやろ。こういう声が結構多いですよ。まあ、それはでも、黒田さんの考え方でやってるわけやから、全然いいと思います。なんででしょうね。怖いとか。いや、これイメージが変わる。俺のピンの写真だけ飾ってもしゃあないやんか。でもね、もともとお二人でね。そうですよね。ほら、お二人。ああ、そう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 、そうですよね。でもほら、ショットナビとか、うん、結構ゴルフショップに浜田さん。まあ、あれはね、はい、あれはもともとそうやんか。あ、もともと。君ら入れての、うん、そうやんか。はい、あれは使えますよって最初から言われてましたしね。前みんなにね、大阪であのライブさせていただいたじゃないですか、うん。その時は商店街のところにダウンタウンさんのありましたけどね、くら寿司さん。あ、そうやろ、うん、はいはい、そういうのはあると思うけどね。まあでも店舗内に欲しい。中にってこと、中に浜さんを見ながら食べたいんで。いやいや、まあそれはあれやけど、まあそれはもうくら寿司さんが決めることです、うん、そうですね。まあ、まあそうですね。はい、3で揉んでもらう。まあ、揉んでもらうということで、うん、そうですね。1枚ずつですね。前向きに1枚ずつですか。揉んでもらいますよってことで。枚ずつです。ですね。はい。これは、はい、1枚。わ、1枚か。ゆるゆるでしょ。1枚。ゆるゆる、ガバガバやで。2枚でもええとこでしたね。2枚とこ、ね、でもええよかったですけど、まあ1枚ですね。はい、以上でございます。はい、はい、というわけでこのコーナーではくら寿司に関するお便り、川柳、商品のアイデアを募集しております。くら寿司に関することは何でも送ってください。このコーナーでメールをご紹介した構成の方に浜田さんのお気持ちでくら寿司の食事を変えた方がいいっすよ。いや、浜田さんのお気持ちで、うん、そりゃそうや。さあ平井さん、メールお願いします。はい、はい、メールアドレスはゴブゴブアットマーク MBS1179.com、ゴブゴブアットマーク MBS1179.com です。そしてハガキ封書でも OK です。宛先は郵便番号 530-8304 MBS ラジオゴブゴブラジオまでお便りお待ちしてます。さて、くら寿司はただいま北海道フェアを開催中です。ありがとうございます。ありがとうございます。北海道産生ホッキ貝2種盛りはジューシーで噛むほどに口の中に甘みが広がり、身と紐の2種の味わいを一皿でお楽しみいただけます。また北海道産北海道牛握り1貫は赤身と脂のバランスがいいもも肉を使用したローストビーフの握りで、肉の旨味や脂の甘みを感じられます。7月15日
15日月曜までの開催ですので、構成員の皆様ぜひくら寿司へお急ぎください。はい、以上ゴブゴブくら寿司会議でした。はい、お便りいきまーす、はい。新潟支部構成員優しさライセンス所持士さんからです。浜さん、井上さん、ドリアンズのお二人、ギラセイさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。ゴブゴブフェススペシャルの放送を見させていただき、興奮が冷めない中メールを書かせてもらっております。放送ありがとうございました。浜田さんがチキンライスを歌っている時、袖で皆さんが涙ぐんでたのがとても印象的でした。まあ、はい、バレてるやん。バレてます。私は今19歳なのですが、母の影響で生まれた時からダウンタウンさんが大好きで、いつか生で見てみたいと思っており、フェスが発表された時、私は何度か付近に行ったことがある場所だったので、一人で行ってくると母に言ったら一緒に行こうとなり、新潟から母と2日間参戦させていただきました。フェスも最高だったのですが、母は大阪が初めてだったので、いろいろと観光にも連れて行くことができましたし、いい機会を作っていただけて本当にありがとうございます。いい思い出になりました。そしてそのことを思い出しながら、ゴブゴブフェススペシャルを TVer で見させてもらいました。そう、私は新潟県民、関西圏の方以外は TVer で見るしかできないのですと。もちろん見ることができるだけでもとてもありがたいのですが、関西圏の方々はこれを録画でき永久保存することも可能なのかと考えてしまいました。なるほど、ね、これでは不公平ではないでしょうか。確かにそうだそうだそうだ、立ち上がった。とても素晴らしいフェスでしたし、永久保存したいので、DVD、ブルーレイなど、円満化も検討してはいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。あとシールの方もご検討よろしくお願いいたします。なるほど、ね、欲しいですという。確かに確かに、待ってる人は多いんじゃないですか。ねえ、まあ、実際でもこうブルーレイだなんだりするいろんな問題がねっていうのはね、大人の事情があるそうなんですよね。いやだから出てくれたアーティストがみんな吉本所属ならいいんですよ。そうなるほど。そんなわけそれはフェスになるんだね。遺跡の方がいいんだよね。確かに。だから我々もね、いろいろ考えたんですよね。そうです。このなんとかこう DVD 化できないものかっていうのをいろいろやったんですけどもね、今 CEO おっしゃったみたいに、全員が吉本興業ではないので。そうなんですよね。まあ、そこなかなか難しいのと、まあ、あと CEO のギャラで折り合いつかないという。いや、俺関係ないやん。いや、その高いですやんか。いや、違う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 。実は権利の問題やんか、アーティストの。そう、わしの権利やで、言うて。わわ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 わ。何歩出すの、ギュッと肩を入れてくる感じですね。いや、なんで金の話だったら黙ってんの。めちゃくちゃ何話の。わし出とろんやね。金融度が。わし出とろんや。わしの権利何歩や。そこがちょっとねネックになりますよね。でもそれは思ってる人は、それはおられると思う。そうですよ ね, ですね。だから関西圏以外の方は特に。だからまあ親戚がおったら一番ええよな。ね、DVD にやれして送ってとか言う。そうですね。それがない人らはちょっと難しいな。難しいですよね。だからもう本当にだから TVer も期限があるんでしょ。あるんですね、はい。もうだからもう、ね、終わってる。終わってるの。はい。やっぱそれやねんな。なんかその声もあったんですよね。TVerでもうちょっと伸ばしてほしいみたいな声もあったんですけども。なるほどなるほど。そう、別枠でいつでも見れるみたいなないんですか TVer で。ないの。ずっと見れるよ。いや、中はないと思う。中はないと思うけど、そらなんでそのままいつまでもやらないかんねんって、言うてきはるから。誰がやん。そう、わしにも権利あるから。いやいやいや。出た。おかしいおかしい。いつまでもできんがな。おかしい。そんななまってんの。金絡みはなまるんだ。誰が言うとんねん。なまりめちゃくちゃ。浜田銀次郎が。浜田銀次郎。そうか、じゃあちょっと難しいっていうことなんでしょう。難しい。まあまあね。だからやっぱりこう来年ライブやるときは絶対こう来た方がいいっていうことですよね。だからこういうこともあり得る。いいですし、チケット取れんかったらきついよな。まあ正直ね、だからまあ DVD 云々はちょっとあれですけど、なんか違う形っていうのはそのまあ次回来年度やるときにはなんか考えないかんなとは CEO これ思いますよね。まあそれはそうですね。ね。まあ今回 MBS さんでこうテレビで、もちろんテレビとかもあれですけど、なんかもうちょっとなんかこの時代に合わせてなんかできんもんかなっていうのは、そうね、確かにいろんなね今ありますから。そうなんですよ。その辺もちょっとね、我々も考えておりますので、今年はもうちょっと我慢していただくしか、そうね、はい、まあないのかなということでございますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。新潟から、新潟からありがとうございます。これシールは差し上げてください。じゃあお母さんの分と2枚でいいですか。はい、
ちょっとあかんみたいでした。いやいや、いいよ、お母さんの分。で、なんかお母さんとせっかく来たんで。そう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 。で、ね、一緒にね。したんで。で、フェスの話をくら寿司でね。はい、あ、いいですね。あ、いいですね。え、くら寿司の商品券も。めっちゃ乗っていくやん。なんで？いやいやいいですよ。おお、いった。くら寿司商品券関係ない。コーナーがちゃう。優しい親父。優しい親父。コーナーがちゃうから。優しい。お母さんと一枚ずつ。くら寿司でフェスの話したらいいんですよ。シート？そうそう。シート商品券一枚ずつ。優しさライセンス取ってよかったね。もうよくわかる。今ありますね。あ、そうですか。あ、じゃあ商品券も差し上げます。ありがとうございます。これね、でも結構感謝のメールが多いんですよね。そうなの。フェスのなんか親父に対してっていう。そうなの。大阪支部構成員和作さん、浜田 CEO と皆さんこんばんは。はい。私は残念ながらチケットに落選しフェスに行けなかったので、ようやく先日の土曜日の放送のゴブゴブフェス2時間スペシャルにて当日の様子を知ることができました。なるほどね。想像を超える盛り上がりで、なおさらに参加できなかったことを残念に感じました、はい、特に浜田さんのチキンライス熱唱のバックで、松本さんの、画像が映ったところで思わずうるっときました。なるほど。舞台袖での出演者の皆様も泣いておられ余計に感動しました。そんな中、なぜか浜田さんだけが全く泣いておられず、はいはい、また私の、見間違いでなければ、涙をこらえている様子ですらありませんでした。なるほどね。さすが百戦錬磨の浜田さん、ちょっとやそっとでは泣かれないようですね。それもまたすごいことだと思いました。来年こそ絶対に参加したいので、ぜひとも皆さんお体にお気をつけていただいて、来年もう一度開催してくださいますようお願いいたしますと。なるほどね。はい。だからまあこれちょっと話、さっきもありましたけど、俺が泣いてもっていうところですもんね。まあそれもあるしね。でもまあ分かってないな。だいぶこらえてたんやけどな。分かれへんねやろな、やっぱりな。チキンライスの時ですか。はいはいはい。歌いながら。だいぶグッと来てた。グッと来てたよね。ほんまですか。来てたんすね。え？笑ってますね。笑ってますよ。なんや。あ、先生。先生。なんですか。え？あ、やっぱグッと来られてた。グッと来てたに決まってるやんけ、こら。あ、先生さしてきた。わ、実況全部した。伝わるように全部言うた。全部言うた。ラジオやから。大きめのセンスで、右胸の上の方を刺してきた。怖っ。丁寧に。怖い怖い怖い。こうなったやん。ちょっと刺さったんちゃう、マジで。刺さってやん。血出てるやん。出てへん。大丈夫か、最近。大丈夫大丈夫。出てへん。大丈夫大丈夫。白の T シャツ真っ赤くなってきてるやん。いや、黒や。いや、これはだから親父もね、親父はね、結構感動したやっぱ多いんですよ。ああ、ありがとうございます、本当に。しかもテレビで見て感想っていうメールがめっちゃ多かったんですよ。そうか。それがすごい。来れなかった人がね。そうなんです。結構送ってくださってて、だからやっぱやってよかったんですよね。まあそうですかね。まあ同じような感じですか、やっぱりみんな。皆さんそうですね、そういうのが多いですね。だからあの親父がこう、オーバートナイトとかでもシャウトするところとか、お客さんが一斉にうわーってなるんですよ。褒めろとか言ったらうわーってなったりとか、そういう声も入ってたりとかして。俺もなんか一人相撲やってるみたいな感じやったから分からへんね。あれは今か。声の二つつけてるし。イヤモニつけてたら聞こえないですもんね。そう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 。これね、結構切実な。お願いメールなんですけど、はい、いいですか。愛知支部構成員ボージーさん、浜田さん、井上さん、堤さん、平井さん、ゲラゲラ星人、こんばんは。なんで呼び捨てな俺。分からへんけど。そ宇宙人やからよ。ゴブゴブフェス2日目に妻と子供2人の家族4人で参戦しました。で、特別番組を楽しみにしておりました。うん、愛知ではテレビ放送がなかったので、家族で TVer で見ました。はいはい、これはまあ一緒なんですね。はい、フェスの映像を楽しみながら、家族の誰かが映り込んでないかっていうのもチェックしていましたが、特に誰も映らず、最後のウォーウォートナイトへ行きました。家族で映ってなかったねーと話していたら、画面に子供二人のドアップが、家族で興奮しました。カメラさん、サンキュー。カッコキャリー風って書いてた。そこで今回のフェスをブルーレイ化してほしいです。そこでも家族の映像を採用いただけた場合は家宝にしたいと思います。来年のゴブゴブフェスも楽しみにしていますという。たまたま一緒に行ったお子さん二人がドアップにバーンってなったんです。大木さんとどっちがドアップなんでしょうね。大木やん。俺の相当画面いっぱいやから。
まあ、ええ思い出やもんな。え、なん、すごい確率ですよ、ね。すごい確率。いや、すごい。お子さんやから、やっぱ行くのかな。行くんでしょうね。何かお客さんね、映ってましたけどね。映ってたけど、その中に自分の子供二人がやっぱり映ってるんで。さあ、親は欲しいっすよ、ね。まあ、そうやな。そうですね、貴重ですもんね。あれ、でも、オンエアの時にも、客もある程度こう映ってるんでしょ。映ってます。だから全体も映ってますし、はい、それは何なの、文句言ってけへんの。あ、ちゃんと許可取ってます。だから撮影が入ってますよってことでね、OK なんですよ。そういうことですね。うん、そうか。そうかそうか。だから皆さんに撮っておいて映る可能性ありますようにしてるってことですね。なるほど、ね、なるほど。素晴らしい。うん、チケットにも書いてあるっていう。ああ、そうなんだ。映る可能性があります。ああ、なるほど、なるほど。だからみんな画面に手振ったりとかもしてましたよね。ね、なんか、大きいところで。ああ、そうなんや。ほんなら、テレビの方で映ってた。ああ、すごい。それは嬉しいよね、家族でね。いい思い出じゃないですか。思い出やんか。まあでも、まあ、さっき言ったみたいにね、まだちょっと DVD 化っていうのはちょっとあれなんで。うん、そうなんですよね。多分それ TVer で見てるときに、もう携帯でこうやって撮って。まあまあ、スクショはいいでしょうね。スクショね、スクショしてね。思い出にね。それはまあ撮ってると思うんですけどね。ちょっとね、何もしてあげられない。まあその辺の問題やな。うん、次はそうですね、どうしてあげるかっていう、ね、その皆さんの思い出にね、どう残せんのかっていうの、うん、これも一個課題。やっぱこのメールが多かったので、うん、でもさ、他のフェス化ってそんなんはもう当然あるわけでしょ。うちだけそんな、いや、フェスってないっすよね。ないっすよね。 DVD やっぱないんすよ、うん。いやいや、だからそんなも簡単に DVD なんかでけへんや、はい、フェスなんかで。CEO、うん、よそはよそ、うちはうち。おっ、おっ、なんなん、考えていきましょう。ね、いや、すごい。だから一番、いや、兄貴すみません、トップ、CEO ですよ、うん、そうやで。うん。でしょ、うん。でもまあまあ、お客様の声がね、やっぱ大事だから。いやいや、それは分かるよ。はい。でもなんかもう、全部なんか、考え方をなんか、この人が握ってる感じがするやんか。なんすかその、じゃあ後で楽屋でそれは言いますけど、考え方はそれ僕が握ってるんじゃなくて、ちゃんとこの辺のことも踏まえて、僕は今度生見とも話しに行きますんで、あ、なるほどね、次回どうしたらええねんと、そういうのも含めて、初回こうやったよ、まあもちろん話知ってると思いますけど、ね、次回もまたやることなんねんけど、ちょっとそこもその意見ちょうだいと、その、ああ、そういう場合は、場合はそう、やっぱ現 CEO ですから。誰が、誰がやねん、あいつ関係ないやん。いつの間に旧 CEO になったの。あれ元やん、元 CEO、違う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 、え、何、株主総会かなんかで決まったの。現 CEO、ね、ずっと言うてきたよ俺が、血の通ったフェス、生見が言うてきたんですよ。あれそうやったのよ。それはちゃんと聞いてきますもん、ね、いやだからオンエア俺まだちゃんと見てないけど、なんかもう生見が言うたことを俺が丸パクリしてやったみたいな。そうです、全部バレましたね。はい、まあパクったけどな。潔い、もう潔い、潔い、そうで、パクってええ感じになったけど、ええ感じになった、結果ええ感じになりましたね。そうね、はい、これちょっとじゃあボージーさんにもシールを、ね、あ、どうぞ、はい、差し上げたいと思います。はい、番組ではメールお待ちしております。皆さん、メールアドレスはゴブゴブアットマーク MBS1179.com、 ゴブゴブアットマーク MBS1179.com、宛先はですね、こちらはがき封書でも OK です。郵便番号 530-8304、 MBS ラジオゴブゴブラジオまでよろしくお願いします。はい、大輝さん、はい、この番組の、無料アーカイブ配信をポッドキャストでもお楽しみいただけます。毎週土曜日の更新で2週間の、期間限定となります。詳しくは番組公式 X をチェックしてください。はい、そしてお知らせです。ゴブゴブフェスの特別番組ですね、MBS ラジオではゴブゴブフェス2024たっぷり聞かせますラジオを7月14日今週の末日曜日ですね、午後6時から午後8時に放送いたします。8月にはテレビで浜田雅俊ゴブゴブフェス完全密着アナザーストーリーの放送も予定しておりますので、ぜひこれ楽しみじゃないですか。これは両方チェックしていただきたいと思います。はい、というわけでお別れの時間でございます。ここまでのお相手はライセンス井本と、ドリアンズ住田駅と、ドリアンズ平井俊介と、ギラギラ星人と、ダウンタウンの浜田でございました。また来週です。さよなら、さよなら。ゴブゴブフェスたっぷり聞かせますラジオは7月14日日曜夕方6時から放送です。あの感動の2日間をラジオでお楽しみください。